ホワイトバランスとは略して WB とも表現されますこれは白いものをきちんと白く写すための機能なんです実はですね写真というものは光によって白いものがきちんと白く写らない場合があるんです人の目というものは本当によくできていて 自動的にホワイトバランスをしているので分かりませんが本当は日陰や曇り空ではなんとなく青く見えてるんです蛍光灯の下ではなんとなく緑色っぽく見えてるんですねそこで登場するのが白を基準とし白をきちんと白く映るように設定するホワイトバランスなんですそうすることによって 他の色も自然な色合いに表現できるように調整できるんですねここです WB と書いてあるところ押してみるとはい最初 AWB これはオートホワイトバランスということになります十字キーの右を押していきますと次は太陽光モードよく晴れた屋外での撮影に使います 次に日陰日の当たらない場所で撮るときはこれ次に曇り雨の降りそうな曇り空の屋外で撮るときですねそして白熱電球これはオレンジ色の光を出す電球の下で撮るときに使いますそして白色蛍光灯白い色の蛍光灯の下で撮るときに使いますそしてストロボ ストロボを使うときはこれにしておくと自然な色合いで撮れます最後にマニュアルですがプロ仕様ですねこれは慣れてきてからです初めのうちはオートでも十分ですでも皆さんいつか満足できなくなりますですので実際にここでホワイトバランスの設定をして撮ってみたいと思いますここは室内で白熱電球なので 選択してセットボタンを押して撮ってみましょうあ変わった自然な色になってるはいそれからねここ室内で暗い場所になっていますこんな風に雰囲気があって周りが暗い時はですね ISO 感度を調整すればいいんです今は400ですが800ぐらいにして撮るとたとえ明るい照明がなくても こんなふうにきれいに取れますので WB ホワイトバランスと ISO 感度の調節はいろいろと試してみてくださいねそしてえまだ何か設定があるのはい「被写界深度」と言います